トラピスト -1 グラムは地球から見て水亀座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星トラピスト -1 を降点している太陽系外惑星である2016年9月19日から9月20日にかけてスピッツァー宇宙望遠鏡がトラピスト -1 を観測した際に発見された発見時にはすでにトラピスス -1 系には トラピスト -1B、トラピスト -1C、トラピスト -1D の3つの惑星の存在が知られていたが、この時のトラピスト -1D の光転周期などの軌道要素が確定されていなかった。しかし、今回の観測で D の確定しなかった軌道要素が、トラピスト -1D、トラピスト -1E、トラピスト -1F、 トラピスとマイナス1グラムの4つの惑星によるものだったことが判明した。トラピスとマイナス1系、太陽系の内惑星系、木星のガリレオ衛星の軌道を比較した図トラピスとマイナス1グラムは半径が地球の1.127倍、質量は2月の発表では地球の1.34倍となっていたが、4月の発表では0.566倍となった。また、 半径と予想される密度から重力は地球の1.06倍になると推定されている。トラピスト -1 系の惑星の中では最も大きい。その大きさからトラピスト -1 グラムは地球のような岩石惑星であると推測されている。主星のトラピスト -1 からは0.0451 a u しか離れておらず、これは太陽から水星までの距離の 約8分の1しかない。しかし、主星のトラピスとマイナス1が、超低温 Y 星と呼ばれる、構成の中でも最小級の分類に属されるため、主星から受ける熱やエネルギーはそれほど大きくないであろう。光転周期は約12日で GF イコール4、3という軌道共鳴の関係が見られる。トラピスとマイナス1ムは、トラピスとマイナス1の ハビタブルゾーン内を降転しているとされ、表面温度は 199K である。仮に水が存在するとしても、これは水が氷に凍ってしまう温度になる。しかし、仮に自転と公転の動機が発生しているとすると、惑星の片面は常に恒星にさらされるため、氷が溶けて海を形成しているかもしれない。この条件が整っている場合、生命が誕生している。 可能性も考えられる。しかし、時点と後点が同期していれば、惑星全体で昼側から夜側への強風が吹き、地球とは環境が大きく違っている可能性もある。地球にどれだけ蘇生が似ているかを示す絵師の値は0.58である。ありがとうございます。